ちゃこんにちは。さあちょっと、遅くはなってしまったのですが、まあ、セ・リーグのタイトル皆さん出ましたので、まあ、今年頑張った選手たち、ね、そうですそうです、はい、ここでねちょっと改めて、振り返りたいと思うんですが、はい、どっちからいきますか。ピッチャーから、まあ、ピッチャーでしょ。ピッチャーからいきますか、はい、ピッチャーはどのまず最多勝、まあ、最多勝、はい、菅野投手です。まあ、立派だったね、はい、14勝。やっぱ開幕から負けずにさ、はい、貯金を作り続けて、うん、まあ、大型のね、過密日程だから、はい、チームが調子が悪い時に、大型連敗っていうのが一番怖かったと思うんだけど、それを菅野が、勝つことによって、そういう心配がいらなくなったよね、まあ、チームにやっぱこういい安心感を与えたという。はい、うん、まあ、そんな感じがするよね。そうですね。去年がねちょっ と中盤から故障してしまって、ね、で新フォーム、新しいフォームで迎えた今シーズン、うん、バッチリ本人の中でもなんかハマったっていうのがあったんですよね。まあ、そりゃそうだね、うん、あれをやらなくても勝ってたと思うけどね。フォームですか、うん、あれをやらなくても勝ってたと思うけど、うん、まあ、あれをやることによってより安定感が生まれたのかもね、うんうん。だからまあそのままでいいっていうことはなくて、はい、人ってやっぱ何かこう努力をすることによって結果が生まれるとその努力が報われるというね、はい、だから非常に立派な数字をね残してくれましたよ、はい、そうですよね、はい、で2位が3人いまして、はい、11勝で、大野雄大投手、西勇輝投手、そして秋山投手、うん、阪神の秋山投手上がってきたっていう形なんですか。そうだね、うん、まあ秋山もやっぱり実力があるというか、はい、コントロールがいいピッチャーなんだよ、うん、この3人に共通していることはやっぱコントロールがいいよね、うん、まあ、ボールの力もさもちろんあるんだけどやっぱこう秋山なんかさフォアボール率からすると本当に低いからね、うん、本当にフォアボールを出さない無駄なフォアボールをね、うん、だからそういう意味ではピッチャーの基本ってやっぱコントロールかなっていうふうに思うよね。そうですね、うん。で続いてどれいきます。防御率、奪三振、どっち。防御率、防御率、まあ、防御率も奪三振もどっちも取ったんですが中日の大野雄大投手防御率 1.82、うん、はい、だから悔いが残るのはさ大野が投げてる時に前半援護がなかったんだよね。前半勝てなかったですね。あ、まあ、確かに自分が崩れた部分もあったんだけど、はい、でも援護点を上げもらっとけば三冠全部取れたみたいな、そんな活躍だったよね。最多勝ももちろんいけたんじゃないかと。全然いけたと思う、ね、ただやっぱりこう投げてる姿、はい、そういったものが、まあ、野手の心を動かすというかね、うん、もう堂々と投げてる姿っていうのはすごく美しく感じたし、はい、立派だったと思うよね。だから中盤から後半にかけても神がかってましたよね。そうそうそうすごかったです。で、まあ、連続無失点、はい、をずっと続けてて、その日も完封した後にヒーローインタビューでもう変なプレッシャーを抱え込みましたよみたいなもう次の試合は初回から点を取ってくださいみたいな言ってたら取られちゃったけどね余計なこと言わなかったらいいのにな面白いですね。いや でもヒーローインタビューを聞いててもすごく好感の持てるね、はい、ピッチャーだし、はい、あとはやっぱ FA でねはい、残って、うん、やっとこれから中日は強くなるって言いながら自分が FA でそれを置き去りにして出ていくのかなと思ってたら行かなかったね、はい、だから立派というかなんかすごく爽やかな好感の持てる、はい、まあ、選手の一人だよね。そうですね、はい、そして防御率の2位は広島の森下投手 1.91、はい、そして3位が菅野投手で 1.97、うん、森下投手、うん、いや、1点台だよ。すごいですね。修正能力の高さというかね、はい、まあ、試合中立ち上がりに悪いところを自分で感じ取りそれによって変化をさせられるという、はい、まあ、素晴らしい能力の高いピッチャーだよね。で最後も、はい、やっぱチャンスがあったんだよ防御率の、はい、でも来季のことを考えたりだとか、うん、今年の疲労を考えた時にもう投げませんと、はい、まあ監督もね、うん、投げさせないという判断をしたんだけどさ、はい、でもやっぱ立派だったね。そうですね、今年の新人王もセ・リーグの
まあ、もう決まりだと思うよ。途中までね、戸郷投手なんだろうかとかもありました。戸郷が2本ぐらいリードしてたけどな、はい、もう森下投手が最後ドドンともう来ましたし、ね、やっぱりここもそうだけどさ、戸郷、はい、ってやっぱりこう特殊だけど、うん、コントロールがね、はい、まあ、いまいち悪いっていうか、うんうん、どちらかる時があって、森下はやっぱコントロールがいいよね。いいですね。だからピッチャーってやっぱコントロールだなと思うよね。なんか改めてそう思わせてくれるピッチャー森下投手、そうだね、ってことですよね。はい、そして奪三振は防御率のタイトルも取りました大野投手148、はい、そして菅野投手が2位で131、そして森下投手3位で124。そうだね、すごいですね。もうこのメンバーもまたこのメンバーね、顔出してきてるわけだからさ、はい、それは大したもんだよね。森下投手すごいですね。そう、ただ大野の三振の取り方っていうのは、はい、やっぱいろんなパターンがあるよね。まっすぐでインサイドを押していくときと、はい、やっぱ外にスッと逃げるボールを投げるときと、うん、やっぱパターンが変わってきてるんだよね、うん、昔は落として三振を取るしかなかったんだけど、はい、いろんなパターンで三振を取れるようになってきた、うん、まあそれはやっぱり一つにコントロールが良くなって力もあるということなんだけど、だけどもう投げてて楽しいんじゃないかと思うよね、大野はね。そんな感じすらしますよ ね、うん、さあ、そして、西武は、阪神のスアレス投手、はい、25と25。もうあそこは外国人が抑えやった方がいいかなっていうぐらい、はい、もう外野の声が聞こえない方がいいのかなっていうぐらい、でもスアレスっていいピッチャーだね。ですよね。あ、力もあるしね、はい、うん、そして、ホールドポイントは中日の祖父江投手、はい、そして、ヤクルトの清水投手、はい、そして、中日の福投手が30で、それぞれ並んだ1位に並んでますね、はい。祖父江も難しい顔しなくていいのにね。あいつ飲んだら楽しい男なんだけどさ。あ、そうなんですか。そうそう、あんな顔一つしないよ。こんな眉間にしわ寄せた、なんかちょっと堅物なのかなって。いやいや、もう全然違うんですよ。もうほんとめっちゃ楽しい、あの男だよ。ただまあ仕事になると、はい、まあ真面目になってというね、はい、で自分のそのなんていうのかな、働き場所っていうのをやっと見つけたかなというね、はい、でコツもつかんで、うん、だから良かったなと思うのと、はい、まあ、ヤクルトがね、低迷する中で、はい、まあ、清水が、まあ、よく頑張ったよね。そうですよね、うん、まあ、これはやっぱ監督が使ってくれたことに、まあ、感謝をしつつ、はい、まあ、来年は飛躍の 年にね、うん、まあ、こうタイトル取れたわけだから、はい、自信にしてほしいなっていうのと、うん、で福は、はい、泣いちゃいかんな。打ち込まれて、はい、で次を抑えて、はい、次その抑えた時に泣いたのか、泣くんだっつう。そこはそこはもうね、プロだし、あんなふてぶてしくさ、クソ生意気そうに投げてきてんのに、うん、心はちっちゃいやんみたいな。じゃあハートをちょっとメンタル面を強くするメンタル面鍛えないと。でもまあ福も成長した一人だよね。そうですね。私今気づいたんですけど、このピッチャーのタイトルのを見て中日結構多いんですよ。いやいや、先発いる大野投手がいて、うん、で西武数は2位にマルチネスがいるんですよ、はい、で大福丸いるじゃないですか。大福丸ね、はい、って考えると、あ、中日やっぱ優勝するに向かってるのかなとか。そう、その通り。はい、やっぱピッチャーに安定感が出てきてるっていうことは、うん、やっぱチームは強くなってきてるし、そうなんだ、やっぱり。そういう意味では、はい、あとは野手がどういうふうに、はい、あの点を取るかだ。そこですね。で今日のニュースに、はい、立浪市、うん、来年2月のキャンプ1ヶ月間臨時コーチっていうのが発表になってた。立浪さん行くんですか。あ、行くらしい。おお。いや、だから、ね、あいつは勝負強かったから、はい、そういうところを注入していくと、あ、まあそうですね。いや、もう戦えるチームに完全に中日はなってきてるという。あ、じゃあもうここ、あ、もう近年優勝しますね、うん、可能性は高い。楽しみです、うん、そしたらその注目のじゃあ今度野手、はい、バッターの方見ていきましょうか、はい、最多安打打率どっちからいきますか。もうそりゃ打率でしょ。打率打率は、1位が佐野選手 DeNA 3割2分8厘そして同じく DeNA の梶谷選手が2位で3割2分3厘そしてヤクルトの青木選手が3位で3割1分7厘、うん、まあ佐野はよく頑張ったよね。はい、今年もう最初開幕前にいろんな声が聞こえてきたと思うんだよね、うん、佐野で大丈夫かとかさ、はい、筒香の穴とかさ、うん、まあ、いろんな話がこう入ってきてたと思うんだけど、それを自分のバットで振り払っていったよね、はい、だからすごく立派だと思うよ、うん、
ただやっぱり1シーズン戦い続けるっていうのはすごく大変だっていうことを身に染みて感じたと思うんだよね、はい、じゃあ何をやらなきゃいけないかっていうのを分かったシーズンだと思うんだよ、はい、そのために結果を残して、まあ、首位打者っていうね、うん、ご褒美も手にしたけど、はい、このままでは終わってほしくないよね。こっからさらに進一歩でも二歩でも進化するためには、うん、佐野選手ってどういうふうに変わっていけばいいんですか。やっぱ体力面だよね、精神面と体力面、はい、で特に故障しない体を作らなきゃいけないということ、うん、だから最後首位打者でなんか背中のが痛いとか、うん、で登録抹消されて首位打者って、うん、なんか嬉しさ半減だと思うんだよね。その最後までやっぱ4番として出てるっていう、そう、はい、でチームの順位もずっと決まらなかったからさ、まあ、一つでも上に行くためにやっぱ佐野の力は必要だったと思うよ、うん、だけど休んでしまわなきゃいけなくなった。でもタイトルは残った、はい、でも嬉しいかもわからないけど、その嬉しさはやり遂げた嬉しさなのかっていうことを考えると、はい、まあ、ちょっと違うと思うんだよね。なるほど。だ残念だったよね、ちょっと休んだのはね。ちょっとなんかちょっと何かが残る1位だったので、まあ、そうだね。またということですよね。惜しかったのが梶谷だよ。そうなんですよ、ね、梶谷1回抜いたんだよ、はい、佐野を、はい、休むかなと思ったらあいつバカだから出てやますよ。そこはもう、ね、違う、うん、それはね、はい、休んでるやつは権利がなくなってるっていうふうに思ってるわけ、もう、はい、でもそれを超えた瞬間に、うん、もうね大丈夫ってな、いやもう違う、大丈夫っていうか休ましてやらないと。あ、それはあの監督とかコーチベンチかってことですね。で自分も、はい、もう首が痛いとか嫌いじゃん。豊さんだったら言ってますか。いや取らせてくださいよって。あ、そこは言いに行って、それは言うよ。いやまだ真面目なんでしょうね、きっとまっすぐで。でね、最多安打もかかってますからって。はい。まあよく書くなよって。最多安打取りたかったんですね。いや、あいつが故障した時に大丈夫かっつって連絡した時に、はい、いや最多安打もかかってるんでとか言うから、はい、お前余計なことやろ、お前首位打者はお前頑張るよみたいな。はい。で、はいとか言ってて。うん、で一回抜いた時にさ、いやどうするかなと思ったら出やがんの、バカじゃねえかと思って。出ます、ファンのためにもとか。でも、はい、首位打者はね、1回取れたら素晴らしい記録になるから。そうですよね。そうですよねって、一生残るんだ、記録に一生残るんだから。確かにそうですね。俺だって2位、3位ってあったよ。あ、そうなんですね。あるよ。お。だから同僚がパチョレックっていうやつがいて、休みやがったの。それも同僚だったんですね。同僚。で、俺は抜けなかったの。はい、あ、抜けなかった。3人差で。あ、抜こうとしてたけど。じゃあそれ抜いた瞬間がなったら豊さん休んでました。いや休ませてくださいって言いましたか、うん、そこは。それか、はい、ベンチにいたからさ出してくださいって言ったと思う。なるほどね、うん、梶谷選手はちょっと真面目なんですよ、そういうとこが実直というか、うん、で3位がヤクルトの青木選手、はい、3割1分7厘ですね、はい、はい、で、はい、打率、まあホームラン、打点は岡本でしょ、はい、そうです、そうです。もう岡本選手が2つ取ってます。31本、そして97打点、うん、まあ、打点はね、はい、俺はね、岡本が絶対取ると思ってた。あ、そうなんですね。まあ、春先のオーダーを考えたらさ、はい、まあ、普通にいけばよ、はい、坂本、丸、岡本って続くでしょ、はい、絶対2人どっちか出てるよね、坂本と丸だったら、はい、うんうん、で、ホームランも打てる岡本、うん、そしたら打点は絶対増えていくからさ、はい、それと岡本の勝負強さ、うん、それを考えたらもうタイトル取る前から春先から打点を岡本って言ってたからさ。そうですね、やっぱりその2位の村上選手に10本以上差つけてますしね、うん、でも村上がよくやったよ。そうです、だって村上選手、まあ、メンバー全部同じなんですよ。ホームランと打点で1位岡本選手、2位村上選手、3位大山選手って、うん、でその中で村上選手がホームラン28本 で、うん、で打点も86、ヤクルトっていう、うん、まあね、まあ、まあ、そうだね、あれが、まあ、例えばその山田哲人がさ、はい、絶好調でやっとけば、うん、まあ、ホームランで自分で返しちゃって帰ってくるかも可能性もあるけど、うん、やっぱり警戒されて塁に出てるっていう可能性もたくさんあったよね、うん、だから山田の状態が悪かったっていうのも、うん、まあ、タイトルに手が届かなかったっていう一つの理由かもわからないし、うん、で大山なんかは春先ベンチスタートだからね。そうです。もうそこから奮起してタイトル争いに加わってきたっていうのはすごく立派だよね、うん、そうですね。
だこのホームランと打点のメンバー上位3名見ると若いじゃないですか。若い。なんか昔はその中堅どころとか外国人とかで外国人とかがここら辺占めるんですけど、若い20代の前半とかの選手、それも4番を打ってる人間たちがね、そう全員そうですね、だからまあ時代の移り変わりと、はい、まあ、今後やっぱこう楽しみがやっぱ増えてきてるよね、うん、そうですね、うん、そして最多安打なんですけれども、1位は、大島選手の146、はい、そして2位が DeNA の梶谷選手140、そして阪神の近本選手3位で139。お前顔出すけど取っとけよなんかっていうような感じだよね。二と大物はなっちゃったんですかね。いやもう本当にバカだよこいつ。惜しい取ってほしかったな梶谷に。ねえ、何かね、惜しい子だけにっていうのはありますけど、ね、まあ、ただね、大島はねやっぱ年齢的に、はい、まあ、最多安打すごく立派だけど得点圏打率が低すぎるよね。言ってましたね、うんうん、だからチームを本当に勝たすためにはやっぱ打点が必要だから、はい、まあチャンスメイクをするバッターだし、そういう選手だけど、はい、そういう勝負どころではそういうベテランらしいヒットこれだけ打つわけだから、うん、1本をこれから期待したいよね。そうですね、うんうん、まあ立派だけどね、立派な数字を残してるけど、はい、やっぱチームを勝たせるため、はい、ね、一つのキャリアの中に優勝という文字を入れるためにも大島には勝負強くなってほしい。そして最後盗塁なんですけれども、阪神の近本選手が31本取りました、うん、春先悪かったよね、うん、近本どうしたみたいな、はい、ね、でもルーキーの翌年でしょ、うん、で2年目のジンクスって言って、はい、ガタガタってきて精神的に追い込まれてダメになっていくのかなっていうふうに思ってたら、はい、まあ最多安打にも顔出してきてるし、はい、3位にね、うん、立派に数字を残したなっていうふうに思うよね。そうですね。だから精神的にやっぱり強い選手なんだろうね。そうですね、うん、そう考えると、去年の新人を争ってたのが近本選手 と、 岡本選、村上選手だったじゃないですか、うん、この2人がまた今年も成長を見せてくれたというね、すごいことですよ ね、 そ、 ね、うん、そして2位が増田選手の23本、そして3位が堂林選手の17本、走ってたんですか、はい、17個です、うん、はい、大林が走れたんだみたいな。だからいやいや、俺数字見て、はい、え、そうなんだみたいな、はい、でも警戒をされてないところでうまく走ってるっていうところもあるだろうし、はい、だから隙をつくことがうまいんだろうね、うん、ですね、うん、さ、というわけで今年のセ・リーグのタイトル、はい、ね、タイトルを、みんな若いね、やっぱり若い選手っていうのが出てきてるなっていうのが近年の特徴なんですかね、はい、セ・リーグのタイトルを取られた選手の皆さんおめでとうございました、はい。